ミングレル人、ミングレル人は、南コーカサスにある、ジョージア国のサメグレロ地方に住む少数民族である。同国の多数民族である、カルトベリ人の士族に分類されることが多い。サメグレロ地方以外では、アブハジアとトビリー市に居住している。およそ18万人から20万人のミングレル人が1990年代初期に、 発生したアブハジア紛争とそれに続いたアブハジアからカルトベリー人とその士族を駆逐する民族浄化の結果アブハジアから追い出された。ほとんどのミングレル人はミングレル語とグルジア語の両方を話すがミングレル語はアブハズ語で使用されるキリル文字ではなくグルジア文字で表記される。1930年代までミングレル人とスバン人は独自の人口統計が取られていたが それ以後は、抗議のグルジア人に含まれるようになった。ミングレル人はマイノリティでありながら、カルトベリ民族主義的な人物も多い。それが、メラブコスタバやジョージアの初代大統領ツビアド、ガムサフルディアであった。そのため、サメグレルは1991年末の、ハンガムサフルディアのクーデター結果発生した内戦の舞台となった。この内戦では、 ガムサフレディア側が敗北した。ありがとうございます。